今回一つ目にご紹介するのはこちらです。雪印メグミルクミニチュアチャーム乳製品シリーズ3です。今回は乳製品がパッケージと中身のダブルチャームになっているそうです。カプセルトイちゃんです。今回も最新のカプセルトイをどんどんご紹介していきます。しばらくのお時間お付き合いください。それでは一つ目、乳製品ミニチュアチャーム3、全8種300円です。ラインナップこのようになっております。見てみましょう。 6P チーズ、雪印北海道バター、雪印北海道100裂けるチーズプレーンとコンソメ味、そしてとろけるスライス、スライスチーズ、雪印北海道100カマンベールチーズ、ネオソフトの全8種300円です。さて今回当たったのはこちらです。とろけるスライスが当たりました。ここで事件が発生しました。事件発生です。事件発生です。え、こんなことある？毛が入ってる。ちょっと誰かの毛が入ってたんです。これまだ開けてないこのテープの中に、これバンダイさん、バンダイさん、仕方ないかもしれないけど、これ気持ちよくはないですよね。こんなことある？世も末だな。これバンダイさんも末だな。これめっちゃ文句言ってますね。まあはい、中身こちらです。ちっちゃいです。雪印メグミルクとろけるスライス、ホットが美味しい。あ、読めるね。でもこのちっちゃくしたことによりいろいろなんかごまかされてて悪くない。これはこれでいい気がする。そして中身のチーズがこんな感じになってます。もうこれお分かりですね。これこれこれね、平べったいチーズ型の板にシール貼ってると思う。本物も透明のフィルムが巻かれてるんで、それを再現しましたと言われたらそうですが、私から言わせていただくと、平べったい板にシール貼っただけ。こっち結構いいけど、これはシール貼っただけ。平べったいやつにシール貼っただけ。今回ご紹介しているのは乳製品シリーズ3のとろけるスライス。乳製品シリーズ2にもとろけるスライスがありましたので比較していきましょう。以前ご紹介した2のやつより今回の3のやつの方がミニチュア感がちょうどいいです。3のやつの方が当たり。しかも中身のチーズもついてるし、2より3の方が絶対にいい。もう1個回しておりますので、そちらもご紹介させていただきます。できることなら裂けるチーズが見てみたいですね。なんかペロンってなってるの面白そうですね。さて裂けるチーズ出るでしょうか。え、これもう見えてるな。これ2つ目に当たったのもとろけるスライスチーズです。これ被るのはバンダイさん悪くない。悪いのはカプセルトイちゃんです。次行きましょう。さて次にご紹介するのはこちらです。ガンダムです。バンダイさんの文句ばっかり言ってても仕方ないですから、バンダイさんがお得意のガンダムのプラモデル行きます。こちらが欲しいやつ狙ってますね。3種類ありますけど、この内部メカは光るだけ、ガンダムっぽくないです。ガンダムとくっつけて光らせることができるそうですが、一番の色付きのガンダムが欲しいです。全3種500円です。さて何が出るでしょうか。これは内部メカですね、内部メカが当たってます。内部メカは光るだけ、違うの、ガンダムが欲しい。これ色付きのこれが欲しいんです。もう一回回してみましょう。これねずっと回したかったんですけど、どうせだったら新しいの出た時に回そうかなと思いました。それが今です。さて色付きのガンダム出てくるか。
これ内部メカですね。内部メカが被ってる、光るだけの内部メカが被ってます。以前紹介したザクヘッドすごくよくできてたんでね、これも間違いないでしょう。色付きのガンダムお願いします。さて何が出たでしょうか。これ内部メカですね。内部メカばっかり、3つもいらないよ。内部メカばっかり、色付きのガンダム、これが欲しいんです。1回500円ですよ。もう内部メカに1500円使っちゃって、色付きのガンダムお願いしますよ。光ってばっかりだよ今んとこ。さて色付き出るか、どうだ。あー、これ色付いてない、クリアバージョンが出ました。でももうここまで、クリアバージョンを今回はご紹介させていただきます。はい、当たったのはこちらです。これが透明のやつ、あとは全部中身のやつ。開けて作ってみよう。うわすごっ、さすがバンダイさん、すごっ。これ見て、中に電池入ってる、これが光るんだ、こらすげー。何がすごいか言わないと。さすがバンダイさん。あ、この部分なんか取れる、ちょっと組み立てたい。組み立てる前にご覧ください、こちら以前ご紹介したザクヘッド、すごくいいでしょう。これすげーから、今回ご紹介するガンダムにも期待しまくってます。これラインナップ見ときましょう。あ、ラインナップというかもう組み立て方。さっき言ってた電池入ってて光るやつはこの内部メカにしかついてないんです。内部メカにガンダムのパーツくっつけていくと光るガンダムになるそうです。よし、じゃあ組み立てていきましょう。ちょっとパーツがすごい、パーツの数がすごい。パーツを全部並べて組み立てていきます。組み立てている様子は早送りでご覧いただいてますが、結構難しくて20分ぐらいかけてようやく完成しました。こちらです。さあこれでこの中のやつが完成しました。このままだとなんかもう骸骨っぽいもんね。ここにパーツをくっつけてガンダムにする。でも当たったやつこのクリアなんだよな。色付きのやつが良かったです。でももうクリアが当たった時に私力尽きました。ちょっと一旦これ全部組み立てましょうか。はい、完成しました。こちらが2番だけでできたやつ、なぜかパーツがいくつか余ってますが、一応このように完成しております。でこの辺でカプセルトイちゃんちょっとあれって思ってます。このパーツなんかねもうつかない、あれバンダイさんなのにこれつかないのって思ってます。穴の大きさと出っ張りの大きさが違う。そしてこのパーツも実は変なんです。どう変なのかはまた後ほど。それではお待ちかね、この内部メカにガンダムを着せていきましょう。トータル1000円の高級な遊びでございます。くっつけていきます。まず顔のパーツくっつけて口をくっつけたりするんだけど、やっぱりクリアパーツだからなんかなんだろう、あ、くっつけられてんなって感じが少ない。いつまでたっても骸骨みたい。アンテナもつけてね、かっこいいんだろうけどなんかガンダムというより骸骨みたい。でこういうパーツもくっつけて、で背中のパーツもくっつけます。だんだんガンダムっぽくなってきてるはずなんだけど、なんかクリアパーツだから納得いかない、納得いかない。そしてちょっとこっから文句また言いますけど、なんかねかっちりはまってくれないんですよ。バンダイさんなのにかっちりはまらないのって、ほらこれね。でおかしいなってこの辺でやっぱ気づいてるわけですよ。実はここのこのパーツ両方右側のパーツが入ってました。これ見てください、右と左とで少し形が違うはずなんです。でも両方同じ形、両方右側。バンダイさんさっき毛入ってたし、なんかこれ同じやつ入ってるし、どうしたのかなバンダイさん。これね裏側両方 R って書いてる、多分右側ライトの R だろうね。ここからガンガン文句言いまくってます。
苦手な方は次のチャプターまでスキップしてください。一応このように完成してますが、ここついてないね。ここにつけるパーツが間違えてる、バンダイさんが間違えてる。後で問い合わせしておきましょう。で、このパーツとかポロンって取れるしね、ここもなんかカチャンって取れるし、なんかなんでってなってます。もうちょっとカチッと気持ちよくはまったよ、ザクヘッドは。プラモデルのバンダイさんどこ行っちゃったんだろう。これなんか納得いかないな、納得いかないな。そしてこちらが光るパーツ、これを背中から入れてスイッチポン、違うんです、スイッチポン入れて背中に突っ込むと光るというね。これなんでスイッチ入れてから突っ込まないといけないんだろう。これをこう突っ込むと光るんですね。で、かぶっちゃった内部メカ2つとももう別に開けなくていいかなって思ってたんですが、なんと内部メカ開けたらここに1個光るやつあるでしょ、こっちにも光るやつ入るんですって。顔も光らせることができるそうです。せっかく内部パーツダブってるからやりましょうか。ここで本日3つ目の事件発生です。事件発生です。お気づきの方おられますかね。まだカプセルトイちゃんこの時点で気づいてません。光るパーツを取ろうとしたら取れない、なぜかここが折れてる。バンダイさん、3つ目の事件発生です。これも後で問い合わせしときましょう。折れてる、バンダイさんらしからぬミスが続いてる。毛が入ってる、で右と右のパーツが入ってる、でここが折れてる。バンダイさんの回答待ちです。さて、もう一個の方を開けて光るやつ取り出しましょうか。こっちの方は折れてないです、無事ですね。ちょっとなんか曲がってるような気はするけど、まあ見なかったことにしましょう。で、光るやつ光らせて中に入れる。中に入れてから光らせられるわけじゃない。1個目、で2個目もここに入れる。お待たせしました、全部で1500円の遊びです。どうぞ。胸光る土台が500円、顔光らせるために500円、ガンダムのパーツが500円、全部で1500円の輝きです。点数つけるとしたら2点。バンダイさんどうしちゃったんだろう。続いてご紹介するのはこちらです。ハイタッチフィグトイストーリー、タカラトミーアーツさんです。いろんな仲間とハイタッチって言ってますね。で、1体だとハイと挨拶しているポーズになるということです。今回は1回だけ回してみたいと思います。散々バンダイさんの文句言いました。タカラトミーアーツさんはどうなんでしょうか。1回400円です。ラインナップ確認しておきましょう。ウッディ台座付き、ジェシー台座付き、ハム、そしてエイリアンの全4種。仲間が集まるとハイタッチしてるポーズになるよということです。今回当たったのはこちらです。ウッディが当たりました。じゃん。そうなんです、こういうこと。これ素晴らしいですね。本当によくできてる。色が綺麗にまず塗られてるし、ね、目玉もずれてないですもんね。髪型も綺麗に塗られてる。そしてこの帽子のこの部分もちゃんと綺麗に塗られてます。そしてこういう細かい、これね、引っ張ったらウッディが喋る紐の輪っかとか、このカウボーイのブーツのこういった細かい装飾もきっちりと作られております。そしてこれご覧ください、この台座ね、この穴にカウボーイの造形の部分、これがきっちりはまるようになってんですね。よくできてますよ。ちゃんと賢い人が一生懸命考えてできたやつです。素晴らしいですね。うちにあるタカラトミーアーツさんとディズニーの合作シリーズですね。やっぱり改めて見てみるといいですもん。並べてて楽しいですよ。
このシリーズは回して損はないでしょうね。自信を持っておすすめできます。これ素晴らしい。続いてご紹介させていただくのはこちらです。天ぷら妖怪2。見てください、このさつまいも魅力的ですね。そしてシークレットレア、レアな子もいるんです。欲しいな。こちらクオリアさんの作品です。クオリアさんは本当にクオリティ高いですからね。さてどんなのが出てくるんでしょうか。全7種500円、紹介させていただきます。さつまいも出てこい。ラインナップ確認しておきます。柏、しそ、ホタテ、さつまいも、そら豆、ヤングコーン、シークレットレア。今回当たったのはこちらです。狙っていたさつまいもが当たりました。はい、こんなのです。面白い顔ね。これみんな今思ったでしょう。誰かに似てる。誰かわからないけど誰かに似てる。面白い顔してる。まさに妖怪。朝学校行って田中くんがこんな形だったらお前妖怪になったのかって言うと思う。田中お前は妖怪になったのかってそれ以外言えないと思う。先におはようは言うかな。田中くんおはようは言うか。田中くんおはよう、お前は妖怪になったのかって言うか。そしてかわいいお尻だ。ここにこれおなら、これおなら、お尻の穴におならをつけることができる。見て、ブーブーおならが出た瞬間ブー、見事に作られてる。田中こんなんなっちゃった。へえ面白い。よくできてますよこれ。田中、昨日まで田中普通だったのに。あ、おならが落ちた。こう？こうなの？この方がなんか情けないおならっぽいけど、田中のおならこの方が情けない。下にブーって。どっちが正解？あ、上に元気よくブーが正解ですね。この方がなんか田中情けない。田中っぽい。ちゃんと田中っぽい。ちゃんと田中らしさが再現されてる。この方が、こっちの方が好き。一応元気いっぱいの田中も見とく。どう？元気いっぱいの田中のブーと元気のない田中のブー、こっちの方が面白いよね。おはようみんな。今日って1時間目なんだっけ。田中お前妖怪になったのか。シークレットレアも気になるのでもう一回回しております。もう一つご紹介させていただきます。2個目に当たったのはこちら、柏の天ぷらが当たりました。こんなの。これすごいね。ほんとこの辺多分人間が頑張って目の周りの赤塗ってるってことでしょ。赤塗った後に白塗ってくれてるってことでしょ。ほんとすごいねこれ。柏、あ、柏がぐにゃーっとなってんだ。芋虫的な感じ。なんか柏、丸亀製麺行って柏の天ぷらよく食べるカプセルトイちゃんのそんな情報どうでもいいか。こんな風にはなってないね。もっとデローンとなってるよね。柏の天ぷら、柏の天ぷらをギュルーンと丸めたのがこの妖怪なんでしょうね。でこの顔つき似てる。田中じゃなくて前回あった天ぷら妖怪1
のエビに似てます。比較していきましょう。こちらが天ぷら妖怪1のエビです。これは400円でした。こっちは500円。今回100円値上がりしております。これ兄弟なのかな。まあクオリティで言うと同じぐらいか。ちょっと天ぷらの衣の量がちょっと減ったか。衣がこっち1の400円の方が衣はたくさんついてる。柏の方はちょっとカロリー控えめ。どっちもよくできてる。よくできてるけど世の中の物価高の影響をもろに受けてる。100円上がっちゃった。はい、お家にいる天ぷら妖怪3つ並べてみました。皆さんどれが好きですか。私は断然田中。おなら出てる。続いてご紹介するのはこちらです。ユーメン2、またお化けですね。さっきは妖怪か。妖怪とお化け、パンダの穴さんです。さっきのクオリアさんとパンダの穴さん、妖怪とお化けで対決してみましょうか。どっちがいいか対決してみましょう。全5種300円です。ユーメン2、麺のお化けはいかがですか。カップユーメン、カルボナーラユーメン、冷やし中華ユーメン、きつねうどんユーメンです。わ、めっちゃ楽しみ。今回当たったのはこちら。え、気持ち悪い。これなんだった。こんな気持ち悪いのいた。さっき紹介し忘れてた。こうなってた。ここにもう一個いた。4ユーメン。4じゃないのが良かった。これ4。え、気持ち悪い。え、4じゃないのが良かった。ここにぶっ刺すんでしょうね。はい、ぶっ刺しました。あ、これ箸だ。箸で4を食べてるんだ。すっごい面白いけど他のやつが欲しかったな。これきつねうどんもこれすごいよね。このどっちかが当たりだったのかな。これ4。パンダの穴さんのゆうめん300円とクオリアさんの天ぷら妖怪の田中500円、化け物対決。田中の勝ち。化け物対決は田中の圧勝でしたが、ユーメンのいいとこ見つけました。お化けが入ってる器の出来がやたらいい。この器の出来がやたらいいです。この辺パンダの穴さん得意なんだろうね。質感といい、印刷といい、やたら素晴らしいです。え、よく見たら可愛いポーズしてた。この子女の子だ。可愛い。だんだん可愛く見えてきた。でも田中の勝ち。続いてご紹介するのはこちら。世の中にあまたあるカプセルトイの中で一番変なやつだと思う。ずっと前から見かけてたんだけど勇気がなかった。でも今回ご紹介させていただきます。世の中にあるカプセルトイの中で一番変なやつ。1回200円です。ラインナップ見ときましょう。カブト寿司&クワガタ寿司、エナミ産業さんっていう、独自でカプセルトイを作られている会社の方みたいです。すごいでしょ。全部フォントが一緒だし、でタイトルとこの説明注意書きも同じ大きさだったりとか、裏真っ白だったりとかね、写真もないし、いろいろ言いたいことあるんですけど、そもそもカプセルトイってこういうことですから、これがカプセルトイだというのを今からお見せします。今回当たったのはこちら。これなんだった。ヘラクレスオオカブトなのかな。はい、こんなのです。これひどいよね。
これひどいよね。すごい面白いね。これひどいよ、これ見て。ここがシャリの部分ね。裏平べったい、置きやすいように。でシャリの部分がデコボコだから、多分このカブトムシがうまくくっつかなかったんだろうね。のりをゴリゴリに持ってくっつけてる。このカブトムシの出来がいいかっていうと、そうでもない。クオリティで言うと、お子様ランチでもらったメダルで回すガチャガチャのレベルです。2024年、まだ1月です。でも今年いっぱい、このカブト寿司より変なカプセルトイを紹介することはないと思う。もう発表しちゃっていいと思います。2024年変なカプセルトイ大賞はカブト寿司さんに決定です。おめでとうございます。でも我々がちっちゃい時から楽しんでるガチャガチャ、カプセルトイの魅力ってこういうことだと思う。最近こういうガチャガチャの歴史本みたいなのを読んだんですけど、見てください、もう昔からこういうのあるんですね。つまりこのカブト寿司、めちゃくちゃ変だけどガチャガチャの歴史の生き残りなんだと思う。こういうの大事にしていかないとなと思います。これからもエナミ産業さんに注目していきます。これわけわかんないけどね。最後にこちらをご紹介しておしまいにしたいと思います。新規一点開運だるま、全4種300円です。中に願い事を書いて入れることができるみたいです。カプセルトイちゃんも願い事を書いてこのだるまの中に入れたいと思います。何が出てくるでしょうか。ラインナップ確認しておきましょう。新規一点開運だるま、全4種300円、必勝祈願、合格祈願、恋愛成就、金運の全4種です。今回当たったのはこちら、合格祈願が当たりました。もうおすすめできます。手触りがまずいい。そして、印刷はまあだけどいい感じ、ずれてない、ずっしり重たいんです。どうして重たいかっていうと、多分ここが重しになってるんだと思います。こう起き上がりこぼし的な。もうおすすめできます。この中に多分これね、書くとこあるから、ここに合格か、ここに願い事書いてみようかな。書きました。チャンネル登録者1000人達成、カプセルトイちゃん、これ入れとこう。願い事の達成には皆さんの応援が必要です。ここに入れておきます。チャンネル登録よろしくお願いします。1000人達成したらここに目玉書きます。さて今回もたくさんのカプセルトイをご紹介してまいりました。気になったカプセルトイはあったでしょうか。今回この中で私が一番気に入ったのは、カプセルトイちゃんを何本も見てくださっている方はもうお分かりかもしれませんね。そうです、こちら田中です。田中が一番気に入りました。正式名称は田中じゃないですけどね。皆さんはどのカプセルトイが気になったでしょうか。コメントで教えてください。今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。どんなことでも構いませんのでコメントもお待ちしております。来週も土曜日に動画をアップします。ぜひまた見ていただけると嬉しいです。また来週お会いいたしましょう。カプセルトイちゃんでした。